ジャン・フランソワ・パロは、フランスの外交官、歴史ミステリー作家、パリ生まれ。子供の頃、俳優のジャン・ギャバンと知り合いだったこと、母が、映画監督マルセル・カルネの下で働いていたこと、祖父が、アベル・ガンスが監督を務めた映画、ナポレオンの編集をしたことなど、映画と密接に関わる過程で育った。大学で歴史の学士と修士号を取得し、大学院で人類学、 特に古代エジプトのミイラの生成技術、太平洋諸島に古くから伝わる、神話、18世紀のパリについて収めた。ストラクチャーズソシアルデクワルティアーズデグレベイ、セイント、アボイ・セイント・アントワーヌ、1780から1785という学術賞1974年に、アシェットからマイクロフィルムで出版している。セネガルの三類で、 軍関係の仕事をしていた時たまたま領事の補佐となる。その後、1974年に、金社佐で副領事、1982年から1987年には、ホーチミンアテネで総領事、ドーハ、ハルツーム、ジブチ、ワガドゥグー、ソフィアなどで、3時間、チュニスで、公私大使検体次第理を歴任。また、経済、財政、産業省のアドバイザー、外務、 ヨーロッパ問題省の人事局長、代理。2002年から2006年には、国防、退役軍人省の局長代理を務めた。2006年10月に、ギニアビサウの大使となり、外交における食料の役割を強調した。2018年5月23日に死去。71歳坊代表作は、18世紀のフランスの警察の警視、ニコラル・フロックシリーズ。 アクションやミステリーを交えながらも史実に基づいた正確な描写が特徴である。イタリア語、スペイン語、英語、ロシア語などに翻訳され、フランスにで王立警察、ニコラル・フロックとしてテレビドラマ化された。ニコラル・フロックは、ブルターニ半島のゲランド出身、公爵の被着室子として生まれ、カノンル・フロックに育てられた。物語は1761年から始まり、 パリ警察総監、アントワーヌ・ド・サルティングと共に仕事をする。ピエール・ブルドー捜査官らと協力しながら、犯罪や複雑な恋愛を解決していく。フロックも含め登場人物の多くがグルメで、作中にも食べ物の描写が多くある。ありがとうございます。